皆さんこんにちは、愛宕児童館のなべちゃんです。今日は工作をみんなに教えたいと思います。何の工作かというと、こちらじゃん、ダンボールビー玉落としです。ダンボールのところをね、ビー玉がコロコロ転がるようになるよ。さあ、うまくできるか早速作ってみましょう。必要なものはこちら、ダンボール、カッター、定規、ボンド、ビー玉、これがあれば作ることができます。ダンボールですが、このくらいの大きさ1枚あれば十分できるかと思います。では早速作っていきたいと思います。まずはダンボールをカットしていきます。おっと、その前に注意、カッターを使うときはお家の人に伝えてから手を切らないように気をつけて使いましょう。みんな約束を守ってね。はい、それじゃあ切っていきますよ。工作の時はなるべくまっすぐ丁寧に切ることがうまくなる秘密です。まっすぐ切りましょうね。はい、今日は切ったものを準備してます、はい、これを貼り付けていきますが、どういうふうに貼り付けるかというと、まずは2枚重ねにします。2枚重ねにした時に少しだけずらすのがポイントです。同じのをたくさん作っていきますよ。はい、こういう2枚重ねができたら、あとは台紙に貼っていくだけです。台紙に貼るときに、ここずらしたところのくぼみがビー玉の線路となるように貼っていきましょうね。ここビー玉が転がっていきますよ。ビー玉がどんな風にコロ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 って転がるかなと考えながら貼っていきましょう。ではやってみましょう。線路ができるように、線路ができるように、こうして作った完成品があります。完成品にビー玉転がしをしてみましょう。タッツー、はーい。完成品はこちらです。いきます。やった。タッツ、成功したね。よかったよ。さらにこれだけではありません。なんと君たちの工夫次第でたくさんのアレンジができます。ナベちゃん、児童館の中でアレンジできそうなものを探してきました。例えば紙コップ、トイレットペーパーの芯、割り箸、テープの芯、こんなものを使ってアレンジしてみたいと思います。アレンジした作品があちら。成功率は3分の1。いきます。ああ、惜しい。最後のこの1回転のところがなかなかうまくいかないです。みんなも工夫してすごい作品を作ってください。バイバーイ。